おめえにしか書けねえ絵はな、世の中変えられるんだぞ。俺は大した家の生まれじゃねえ。うちで書いてみる気はねえか。歌丸はいつもあそこで書いてんのか。てめえの絵は色気がねえんだよ。写楽先生だ。役者の中を写したんです。わかります？ふざけてるのか。案内冗談じゃねえよ。見ろ、歌丸よりもうめえだろ。勝ち負けで絵を描いてるのか。絵師などやめちまえ。堕落した読み物や浮世絵、これらの世を乱す物事を律していかねばならん。人が喜ぶ絵を描くのがそんなに悪いことか。いい顔になったな。ただ描きてえと思ったものを好きに描く、それが人の心を打ち違えねえ。いいお言葉です。北極星にちなんでつけたんだ。たった一つ決して動かねえ星だ。名は北斎か。勝負してんだ世ん中とよ。先生は絵のために全てを捨てられますか。こんな世の中に生まれた子が幸せになれんのか。そんな顔で幸せなどやってくるわけがないでしょう。誰もが知るあの波誕生に秘められた自由への戦い。波か。北斎。